ちは、宮地です。今回はリクエストがあった後期の簡単対策、やられると嫌なこと、正直にまとめてみました。それでは早速いってみましょう。立ち回り方針、低体力ゆえリソース勝負に弱く、全体的にリーチも短いのでリーチや判定で勝てる技を当てて削っていく。前投げ跡が弱いので非置き攻めや投げ捨て多めを意識。トリガーは発動させない、発動されたらちゃんと逃げる。画面端は強いので V リバトを使って早めに逃げる。必殺技対策、残空、くぐる、垂直を合わせる、相打ち上等対空。自キャラで相性が良いものを選びましょう。近距離残空は有利が取れないため、中距離残空の距離で無理やり近づいて有利を取るために使っていきます。ジャンプ中継が届かない位置で号機が飛んできたら、とりあえず垂直すると噛み合うこと多め。多少のダメージを負ってもリターン勝ちできるように動く。100機上判定が強い弱技で落としましょう。落とせた時点で有利密着を取れます。基本的に奇襲で使われるので、立ち回りから通常100機がいきなり来ることは少ない。密着弱パンチや中足から派生してくるので警戒。くるくるが見えたらとにかく上に判定の強い技を振る。 EX に関しては合気側が飛距離調整できて、軽派生で通常技対空も潰せます。最強。とりあえず事故を回避するならバックジャンプ、早めバックジャンプ弱攻撃で回避できることは多め。トリガー関連、まず発動コンボをとがめられると楽。強パンチディレイタゲコン発動、膝弱灼熱発動、これらは無敵技で割り込みが可能。発動された場合は真っ先にトリガー残空を警戒。ほぼ全ての状況でガードすると密着不利の読み合いに。対策は空対空、バックジャンプ逃げ、玉無敵対空。ゲージ消費が最も激しいので2回もしのいだら大体勝ち。強化昇竜の後はセットプレイの方向、打撃と投げの持続重ね、弱百鬼重ね、この2つがメイン。打撃はスーパー痛いかつ置き攻めループ。後期の前投げは状況が良くないので、とにかく投げ捨て意識が大事。百鬼重ねは実は昇竜で落とせちゃう。強化昇竜後に後期が飛ぶかどうかしっかり確認。そして瞬獄殺、操作難易度が低く全後期使いの使用頻度トップ3にやじ調べ。1位ヒザラカン瞬獄、2位百鬼ピースカシ瞬獄、3位垂直スカシ瞬獄。共通意識としてぴったり瞬獄リーサルが見えると豪気使いはよだれを垂らし出します。自分の体力と相手のゲージは意識しときましょう。また全ゲージを消費する強力な二択なので、そもそも発動させない、読み合う前に倒しきるのも大切。ヒザラカン瞬獄、超超マジレスは膝をとがめる。 EX 昇竜などの無敵属性があれば灼熱だろうが瞬獄だろうが羅漢系派生だろうが潰せますが、難しいため膝ガードしたらバックジャンプが安定。やりすぎると羅漢系打ち切りから CA のルートがありますが、羅漢系打ち切りで確定反撃あり、飛びで回避されやすいプラス膝から飛びをとがめるリスクが高いので、とりあえず飛んで逃げる。画面端は飛んだ確認昇竜できるので、できれば膝をとがめましょう。百鬼ピースカシ瞬獄、大抵強化昇竜後に来ます。そこの百鬼は昇竜で落とせるのでしっかり落とす。昇竜ないキャラはもう読み合うしかないんですが、飛んでも100機 P を食らうだけ。瞬獄リーサルなら飛びましょう。垂直スカシ瞬獄、同じく強化昇竜後かつ画面端でよく来ます。画面端の場合後ろ下がりで距離を取れず、かつ打撃重ねも痛いため強力な連携が、実はファジージャンプできます。垂直確認立ちガードからファジージャンプ、とっさにやるのは難しいんですが強化昇竜後に来やすいので警戒。最後にフレーム関連、
個人的に対策されると特にきつい部分をまとめてみました。ここどうすればいいか知りたいみたいな質問があれば気軽にコメントしてください。それでは皆様良き格ゲーライフを。バイバーイ。